あ、すいません、吉祥寺 PM っていうイベントの話ということで、すいません、タイトルだけ落ちて、これでほとんど9割ぐらい言いたいこと全部言っちゃってるんで、ほとんど中身はございませんが、この後説明をいたします。自己紹介は前ですね、最近パールあんま書いてないんですけども、1年ぐらい前はテストマとかエグゼユーティーズメイクメーカーとかにガンガンパッチを送ってたのに迷惑の日本人は私です。はい。で、ヤプシーの会場でこんなこと聞くのもアホらしいんですけど、 IT 勉強会で皆さん参加してますか？参加してる方、ガンガン参加してるよっていう人手を挙げてもらっていいですか？おい、結構やっぱ、おい、意外と少ないですね、少ないですね。で、その後、懇親会まで参加してるって方結構いらっしゃいますか？あ、これもあんま変わらない。でも結構、やっぱ勉強会参加してる人ってやっぱ懇親会行きたいですよね。で、ここで、私も結構勉強会ガンガン参加したんですけど、悩みがありまして、やっぱどうしてもですね、聞きたいテーマの勉強会が都合よく開催されなんて、都合のいいことはなかなかないわけですね。世の中そんなにいいことはないですと。あとは、都心で懇親会まで参加して帰ると帰宅時間が深夜になりますよね。大体西側とか千葉の方とか住んでると結構深夜になっちゃって、家族の手前何やってるのと、結構言われてしまうので結構大変なんですね、家族持ちは。というところで困りましたということで解決策を考えました。素晴らしい解決方法、自分でイベントを開催すればいいんですということで、約1年ぐらい前ですかね、リジェクトコンの帰りに吉祥寺 PM っていうのをやったらどうですかというところをガンガンリツイートいただき、ガンガンでもねえな、リツイートすいません意外とあんまり反応ありませんでした、すいませんでした。で、吉祥寺 PM というのを作りまして、自分でイベントを作るとですね、自分で好きなテーマで勝手に設定ができるとかですね、自分の都合の良い日程で開催できるとか、自分の聞きたい人のトークが聞けるというところが、いいところでありますと。で、今吉祥寺 PM やってるんですけども、今回のヤプシーでもトークをしてるような人とか結構参加してくれたりとか、お願いすると、トークをやりましょうとか言ってくれたりして非常にお得ですというところ。それから僕ちょっとあんまり人見知りなんで、あんまり知らない人と喋れないんですけど、懇親会でも主催者だったらいくらでも喋れるだろうということで、ガンガン喋れるというところが非常にお得感があります。あとは自分の家に近いところで開催できるというのが一番重要で、帰るのに2時間ぐらいかかると死んじゃうんで、帰るとき10分ぐらいのところでやっちゃえばいいかなっていうふうに、吉祥寺 PM というのを作っちゃいました。これは素晴らしいですということで、吉祥寺 PM っていうのを今やってるんですけど、大体1年ぐらい前から3ヶ月に1回ぐらいやってまして、4回ぐらい開催していて、トーク15分の LT5 分のカンファレンス形式でやっています。で、素晴らしいことに毎回20人ぐらいの人が参加してくれていて、初めての発表の人からベテランの人までいろんな人が発表できる場をやっています。もう一つが吉祥寺 PM ミニっていうのをやっていて、これが 1,2 ヶ月に1回ぐらいやっていて、これまで5回ぐらい開催して、こっちはどっちかっていう と、コワーキングスペースとかで一つのテーマでじっくり話し合う形式でやっていて、全員参加でやりましょうということで、初めてのパンの読書会とかコードリーディングでプラクとかカートとかカルメルとかを、読んでます。あ、全部宮川さん先生、素晴らしい。あとはハンズオンとかをやっていますということで、次回は9月2日に開催をいたします。あとは、吉祥寺 PM5 というのを、10月今9日の予定でやろうと思ってますので、今回、皆さんもぜひ参加してもらうと非常にありがたいですということで、こっちの方をチェックしておいてくださいということで、結論なんですけど、自分が聞きたいトークがあれば自分でイベントやればいいですよと。ヤプシーがラストイヤーなんか関係ねえぜということで、トークを締めさせていただきたいと思います。ありがとうございました。